ほー。うんうん。うんうんうん、寒いね。もうさ、今日の外の感じさ、すごい雪の日って感じの匂いでしたまだ雪降ってないんだけど、最近はあ、兄やん、やだ、来ないで最近はすごい外が冬の匂いに変わりましたね。そうそう、土曜日の昼公演当たった、嬉しい、ありがとうございます。楽しみ、ありがとうございます。公演楽しみ、おいで。その匂いっていうのかな、なんか匂いがさ、雪、冬の匂いに変わったっていうか、外の雰囲気と音と匂い、雰囲気と音と匂いがちょっと冬の感じに変わり始めた気がする。うん、土日はまた暖かくなる。そうなんだ。そうなんです。なんかこの間もなんか土日だけ天気の時あったよね。すごい神様、休日のために休日だけ天気にしてくれる、優しい。手袋ありがとうございます。土曜日ななみの生誕祭行く。お、嬉しい、ありがとうございます。楽しみ。そうだね、ななみの生誕祭嬉しいな。ね、空気感違うよね、外のね、雰囲気と音と匂い。みんなこの匂いと雰囲気と音大好きなんだよね。これで雪が降ればもう完璧、なんか素敵じゃないすごいね、外にいたくなる、この音とか匂い嗅ぎたくてエル君がちょっと遠吠えしました。かわいい。冬の空違うよね、雲が重い感じ。そうね、なんかどこまで手を伸ばしても空に出会えなそうだよね。公園は行けないけど米フェスは行くよ。お、嬉しい、ありがとうございます。いや本当に出演させていただけるの嬉しい、頑張ります。ヤシちゃんのポスター付き CD ゲットした。嬉しい、ありがとうございます。皆さんぜひゲットしてください、よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、遠吠え、変な遠吠えでしょ、エル君たまにやるんですよ、かわいいでしょ雪だるまありがとうございます。空気は逆に美味しくなるよね。そうなんですよね、なんかさ、こういう時の空気めっちゃ好き、なんかこういう冬の空気っていうのかな、すごい息がしやすい空気っていうか、すごい、なんていうの、わかるなんて言えばいいのかわかんないけど、こういう天気の時の冬
冬の空気めっちゃいいよね。なんかすごい喉がよく通りそうな空気っていうかな、息がしやすいというか。あーそうだ、住んでる、それだ、その言葉が一番合ってる。住んでいるわ、住んでいる。うん、空気が澄んでる。